はい、今回またなんか渋そうな選手ですね。ダ・マルカス・ビースリー。知らねえな。オフェンス15、スピード17、テクニック13。サイドアタッカーって感じか？あ、サイドアタッカーやね。ダマースカス・ビーズリー。知らねえ、アメリカ代表なんや。アメリカってなかなか珍しいね、カード。ビーズリーちゃん。ビーズリーちゃんは、ビーズリーちゃんはもちろん現役引退してると41歳と。で、ポジションはウィングやねんね。サイドバックやってたこともあると。すげえ、アメリカ代表126試合で17ゴール。やばくない？で、現在オーナーしてると。生まれ故郷の、フォートウェイン。フォートワインかな？フォートウェインかな？とかいうところのオーナーしてると。多分メジャーリーグの2部か3部でしょうね。1部じゃないでしょう。これはでも、あ、絶対ワールドカップ出てるよな。すげえな、126キャップでエグくない？ワールドカップは、出てますね。2002年出てますね。2006年どうでしょうか。2006年、もう出てますね。すげえね。まさか2010年もいっちゃってる？いっちゃってる？いっちゃってる系？もういっちゃってる系やね。2010年もまあ控えですけども、少し試合出てますね。いっちゃってる系ですね。2014年はさすがにないよね。そんな舐めてないよね。うわ、出てるわ、2014年も出てるわ。まさか2010年フル出場出てるわ、すげえ。やばくね？おい、こいつマジでやばいな。なんなん？なんなんこいつ。すげえわ。え、まさか2018年も？あ、言ってないな。びっくりした、すげえな、4大会出てるわ。え、2002、2006、2010、2010、すげえな。アメリカの重鎮やぞ、これ。これはやばいわ。はぁ、もともとは、ロサンゼルス・ギャラクシーからシカゴ、メジャーリーグでプレイしてて、PSV に来て2年。で、シティで、すぐ出されーの。で、レンジャーズに行って、でも、レンジャーズは3年か。ハノーファー1年。で、メキシコ行きの。メキシコ3年ぐらいいるな。で、最後アメリカで引退と。はぁ、いや、これすごいやつやな。プロツーさん503試合。試合数こなしてるね。チャンピオンズリーグ22試合。どこやろ？レンジャーズとか PSV かな。アダシティこの頃弱い時やもんね。いや、すごいじゃん。アメリカの重鎮だな、これ。はぁ。なかなかの掘り出しもんでした。はい。